はい、長男の慢性腰痛専門整体院院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、皆様にですね、謝らなくてはいけません。はい、前回の動画でですね、座骨神経痛に有効なストレッチという内容でですね、動画を作らせていただいて配信させていただいたんですけども、実はですね、あのストレッチは確かにですね、効果的ではあるんですけども、実は座骨神経痛っていうのはですね、ストレッチでは感知しないんですね。はい、ストレッチでは感知しません。その理由っていうのをですね、皆様にお伝えしようと思います。はい、なぜですね、この理由を知らなくてはならないかっていうと、やっぱりですね、ストレッチだけでは本当に治らないんですね、実際のところ。そこを知らないと、やっぱり感知させる、痛みがその場で少し楽になったとしても痛みがすぐに戻ってきてしまう状態を繰り返してしまうと、本当にですね、患者様、困りますし、悩みがもっともっと深くなってきますし、精神的にも辛いですよね。なので、感知するためにはどういったことをしなくてはならないのか、どういうふうに考えていかなくちゃならないのかっていうことをですね、本日はお話しさせていただければと思います。はい、まあ、やはりですね、前回前々回とお話しさせていただいた梨状筋という筋肉がポイントになってきます。梨状筋、梨状筋ですね。梨状筋っていうところの硬さを取るためにですね、ストレッチ前回お伝えしたんですけども、お尻の筋肉っていうのはですね、実は結構いろんな筋肉があるんですね。表面の筋肉だったりとかですね、まあ、本当に深い梨状筋だったり、インナーマッスルって言われてるですね、奥の方の細い筋肉だったり、いろんな筋肉があるんです。そこでやはりですね、ポイントになってくるのがですね、大臀筋っていう筋肉があるんですね。大臀筋、大臀筋です。大臀筋っていう筋肉があってですね、その奥に梨状筋という筋肉があるんですね。ちょっとまた図で説明させていただきます。これ人間の骨盤のですね、図なんですけども、これがですね、この青いところが大臀筋という筋肉、はい、結構表面の分厚い大きい筋肉なんですね。大きな臀部の筋肉で、梨状筋っていうのがですね、この青いやつですね、はい、これになります。なので、この大臀筋の深い奥深いところに梨状筋っていうのはあるんですね。はい、っていったところでですね、それが最大のポイントになってくるんですけども、大臀筋っていうのはですね、とてもとてもこう分厚くってですね、表面にある、まあ、アウターマッスルっていうですね、強靭な筋肉なんです。それっていうのはですね、なかなかストレッチで全てを緩ませるっていうのは実際のところですね、難しいというか厳しいです。はい、なのでですね、座骨神経痛のですね、あなたにですね、私がお伝えできることっていうのはですね、まずはやはりですね、原因っていうところを評価することが必要になります。まあ、梨状筋が原因になることがとても多いんですけども、梨状筋が原因になっているとまず仮定して、なったとしたらですね、梨状筋を緩ませるためにはこの大臀筋を緩ませなくてはいけないんですね。で、大臀筋っていうのはやはり強靭でですね、とても太くって大きくってですね、表面にある筋肉なので、なかなかストレッチだけでは緩ませきることがですね、難しいです。なので、まず評価ありきなんですよ。そこが原因だって分かったらですね、まず私たちのようなですね、まあ、プロにですね、まずはある程度緩ませてもらってください。しっかりこう緩ませて柔らかくしてもらって、その後ですね、奥にある梨状筋に対してのアプローチもしっかりしてもらって、その後ですね、前回お伝えしたようなストレッチっていうところをやっていただくと、いい状態がまあキープできるようになるんですね。そういった考え方を持っていただきたいです。なので、ストレッチだけで全てを解決するっていうのは実際のところ厳しいです。はい、厳しいです。座骨神経痛の症状、しびれとか痛みが出てるということは相当硬くなっている方です。そういった方に対してストレッチっていうのはやはりですね、なかなかそれだけで解決するっていうのは厳しいので、まずは私たちのようなですね、しっかりプロにですね、緩ませてもらってからストレッチでですね、ご自身で、まあ、その状態をキープするっていうイメージでストレッチで予防していただく、
管理していただくっていうところがですね、一番遠回りのようで近道だったりするんですね。はい。で、結局のところ、私はですね、手を使って施術していくので、その筋肉に対してですね、まあ、こう圧を入れていくんですね。指とかだったり手だったりとかで圧を入れていきます。圧を入れるっていうことは、ストレッチしてるのと一緒っていうことは皆さん分かりますでしょうか？はい。分かりますか？筋肉っていうのはですね、ストレッチすることによって伸びますよね。それは分かると思います。でも、押すことによっても、固まってるところをぐーっと押すことによっても、そこがピンポイントで伸びるんですね。なので、ストレッチっていうのは全体的にこう伸ばすんですけども、全体的に伸ばしますけど、押したりとか刺激を入れるっていうのはピンポイントでそこを伸ばすことになるんですね。なので、やはり効果的になります。はい。そこでですね、次回の動画ではですね、じゃあそのピンポイントで刺激を入れて、そのピンポイントで硬いところを伸ばすっていうところで、さらにですね、もっとその効果を高める方法っていうのがですね、私の中ではあるんですね。そこをですね、ぜひぜひお伝えできればと思います。そうすると、なんで、まあ、私の見させていただいている座骨神経痛の患者様がですね、すごく短期間で良くなっていくのかっていう秘密がですね、お分かりになるかと思いますので、次回の動画もですね、楽しみ、お待ちいただければと思います。はい。まあ、その方法がですね、やっぱりこう短時間でですね、効果が出る秘密だったりしますので、ぜひご覧いただければと思います。はい。はい、そうですね、座骨神経痛でお悩みの方ですね、はい、個別に質問も受け付けておりますので、下のホームページのリンクよりですね、ぜひご質問ください。無料でお答えいたします。はい、またですね、座骨神経痛の改善のためのヒントだったりアイデアですね、これからも配信していきますので、ぜひチャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。